夜空にはぐれたシューリスター、風に吹かれて飛ばされちゃいそうになるけど、どこまでも駆けてくミュージックスター、願いを込めて大きな声で歌いながら。どうも皆さんこんにちは、セーラームーンです。よろしくお願いいたします。それでは1曲目お聴きください。星のスニーカー。泥だらけの靴で上を向いて歩く、一番星ができそうな茜の空。街は見たんだ、一人さよならも今通の音の恥の落書き、素敵ですに恋の季節な
溶ける心 Oh 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 アラブルミーチューズナーセーラムーンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、ヒゴプライブインメイもね、はい、終盤に差し掛かってまいりましたけども、ね、皆さんまだまだ盛り上がってますか？全然ね、ちょっとね、全然盛り上がってないです。皆さん盛り上がってますか？はいはい、お疲れかもしれないですけどね、日本グランプリでだいぶ疲れたかもしれない、ちょっと疲れたかもしれないですね、はい、まあね、次の螺旋階段さんもね、はい、皆さんその調子でね、盛り上がっていただければと思いますけれども、はい、まあ、僕らの紹介をね、はい、ちょっとしておきたいなと思いますけれども、僕たちは、こんな感じでね、まあ、見ての通りイケメン6人でね、うん、まあ、プロのね、うん、日本のね、アカペラグループのコピーをね、主にしているバンドでございます。セーラムーンと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イケメンというのがキーポイント。そうだね、僕たちの、コンセプトはイケメンなので、はい、イケメンにね、イケメンチックに、ステージをこなしてね、はい、イケメンの曲を、イケメン6人で歌って、はい、お客様イケメンになって聴いてもらうっていうね、そんな感じコンセプトに、ね、なっておりますのでですね、皆さん楽しんでいただければ、ね、そんな感じのリアクションでいいんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに、僕たちのステージを見たことあるよ、もしくは見たことないよって人どれくらいいますか？皆さんそれ全員ですあ、それ全員か、はい、見たことあるよって人どれくらいいますか？おめちゃくちゃ僕たちね、実はここにトモさんもいらっしゃいますけれども、はい、セーラームーンのね、昔 の, メンバーも、で今新しくね、メンバーが変わっているんですけれども、ね、大体なんか受け継がれる感じのねバンドに今なっておりましてです、ね、メンバー変えていって代替わりしていってって感じで す,、はい、で, す。で、今が、3期です。セーラームーン3期生ということですね。はい、この先もね、ずっともし今日の演奏を聴いて、いや俺セーラーも入りたいです、まあ私でもいいか、そうだね、うん、私は入りたい、女子入れるありかもしれないですね、うん、こうやってずっと続いていけるようなバンド、もしかしたら5年後ぐらいはギャル版になってるかもしれないですけれどもそれ嫌やな、はい、ずっとなんかね、続いていってくれるバンドになってほしいなという思いを込めて歌っております。歌っておりますけれども、はい、はい、まあね、ちょっとヒゴプラの話をしますと、はい、この前ちょうどね、5期の皆さんの、歓迎会がね、ありましたけれども、ついにね、ヒゴプラも5期ということで、すごいですよね、はい、すごいですよ。実はね、このバンド1期から4期が全員いるんですけど、あ、確かに1期が僕です、はい、で、2期は僕とこれ、亮太郎ですね、はい、で、3期が3期がモッキーで、4期がこの2人ということですね、はいはい、すごくもう混ぜ混ぜですね、混ぜ混ぜですね、なんか、まあ、1年のちょうどね、新刊の時期だし、1年の時懐かしいから、なんかエピソード的なのあればなんかね、話して、あ、じゃあ、いいっすか、あ、話しますか、どうぞ、あ、じゃあどうぞ。まあ、自分が、まあ、ヒゴペラに入ったきっかけなんですけど、古海商店街で、まあ、自分がヒゴペラに入る前に、今の、まあ、ゼロ期の先輩方が古海商店街でライブしてまして、はいはい、で、まあ、なんか今、まあ、仲いい啓太君とかと、まあ、一緒に見に行ってたわけですけど、やっぱそこでやっぱアカペラを見て、やっぱアカペラってなんか、ね、普通の人ができるものじゃないし、やっぱ本当一期一会っていうか、まあ、なんかそれなりの人間関係とかも学べるし、なんか本当
大学通うよりもアカペラやってる方がなんか人生においてやっぱ学ぶ部分はやっぱ多いんじゃないかなって、やっぱ結局アカペラでやっぱ出会える仲間って一緒の宝物だなって、はい、思ってるんですよね僕はね、はい、まあ、言ってますけども、はい、なんか面白いこと言えないなら連れてきてほしくない。あ、ありがとうございます。あとねちょっとねベースの会社がね全く聞こえないからちょっと上げてほしいんですけどね。じゃあベースの会社だけでもさらっと言ったの、はいはいはい、まあ、そんな言ってるキョタル君ですけどね、今は彼女が7人ぐらいいるんで、いや、やっぱ14人です、ね、14人です彼女が今14人いるらしいのでね、あの、まあ、そういう人間関係で、いやいやいや、嘘っすよ、嘘っすよ、嘘っすよ、5期のみんなをちょっと騙そうとしないですけど、はい、ピュアな1年生みんな信じちゃうんですよ、気をつけてください、はい、気をつけてくださいということで、まあね、今日は計3曲ほど、ね、用意してますので、はい、続いての曲でね、僕たち最後のステージ、はい、最後の曲になりますけれども、その後にね螺旋階段さんがね、控えていますので、皆さん、ちょっとなんか静かなのでね、ぜひ盛り上げてね螺旋階段さんを迎えてくれればいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。最後にちょっと一つだけお知らせを、はいはい、あ、そうだ、お知らせね、はい、そうそうそうと、はい、我々実は、県外ライブが決まりまして、5月の27日にね、パレットっていうのがねありますけれども、パレットで、福岡に、福岡であります、福岡の大名音叉というところで、パレットっていうアカペラのイベントがありましてですね、はい、それに出ることになっておりますので、皆さんね、もしお時間あればぜひぜひ取り置きとか全然できるので、ね、連絡いただければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは最後の曲を聴いてください。星空の残り、ペケポンワッケカン、ペケポンワッケワッパッパン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 、狙って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 
ありがとうございます。